こんにちは、沖縄ネットです。このチャンネルは沖縄旅行、沖縄移住に、来られる方に有益な情報をお届けしている YouTube チャンネルです。はい、今日なんですけれども、結構沖縄の情報を扱ってると、質問されることは結構あるんですけれども、その中でも結構ダントツに多い質問っていうのはあるんですね。で、やっぱそういったことが気になる人は多いんだなーっていうのはなんかぼやっと感じたので、そこでの中の一つ、結構数の多いものを今日ご紹介してお答えしていこうかなと思います。はい、では早速なんですけれども、結構多く寄せられる質問というか、僕自身が結構聞かれることの一つで、沖縄に宿泊するんだったらどこがおすすめ、どこがいいのみたいなこと結構聞かれるんですけど、これすごいざっくりした質問で、どこがいいっていうのは結構その人のニーズによって違うなっていうのは思うんですね。はい、でそういったことも踏まえてちょっと、お話ししていこうと思います。でどこがいいのっていうのは、場所っていうことではないです、今回のは。どういうところに泊まればいいのっていう、そういうどういう施設に泊まればいいのっていう質問です。例えばホテルとか、まあ民泊とかいろいろあるんですけど、そういうのはどこがおすすめなのっていう質問だったので、これにちょっとお答えしていこうかなと思います。で、今回はそれぞれの宿泊施設が、3つ出てきます。3つ出てくるので、これのそれぞれいいところと、まあ、ちょっと気になるところとか、そういったものを、お答えしていこうかなと思います。ではでは早速いきましょう。宿泊先っていうのは沖縄、まあ、日本各地の、旅行先とか観光地って同じだと思うんですけど、大きく分けて3つあります。これが1つがリゾートホテルです。でもう1つが、ビジネスホテル、3つ目が、ゲストハウスという感じになってます。で1つ目のリゾートホテルなんですけれども、まあまあ言わずと知れた、宿泊施設、沖縄ではおそらく一番多いと思います。でやっぱりリゾートホテルってもう環境も最高だし、設備も最高だし、サービスもやっぱり質が高いので、家族連れ、お子さんを連れて沖縄に来られる方はリゾートホテルの利用がかなり多いと思います。でありおすすめです。やっぱりその何でしょう、清潔感もありますし、まあ、中にはプールがついてたりとか、子供が、まあ、公園があったり遊具があったりとか、子供が遊べるなんかそういうアビリティも結構あるので、子供を連れて沖縄に行こう、家族で行こうっていう方はリゾートホテル泊まられるのが一番いいと思います。まあ、ただやっぱり高いです。価格は高いです。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。まあ、いいところに泊まってるわけですから、お金が高いのは当たり前なんですけど、ここさえまあはっきりさせて泊まれば、まあ、全然快適だと思います。で、まあ、沖縄にもたくさんリゾートホテルがありますので、どんなリゾートホテルがあるのか、あの概要欄に URL を載せておきますので、どうぞホテルのとか調べてみてください。でもう一つ、これもホテルなんですけれども、ビジネスホテルです。ビジネスホテルはまあ出張に来られた方とか、ビジネス関係で来られた方とか、まあ、大学生とか結構使うんじゃないですかね。まあ、値段も安いですし、まあ、那覇市内にめちゃくちゃ多くあるので、まあ、アクセスもいいっていうところがあったり、まあ、大浴場がついてたりするところとかあるので、結構ね、僕自身も沖縄一人旅に来てる時はよく使いました。まあ、ただやっぱりちょっと、まあ、高級感とか充実さみたいなのにはやっぱリゾートホテルに劣るところが結構あるので、そういったところを求められている方は向かないかなって思います。ただホテルも込みで旅行を楽しみたい、ホテルも楽しむものも一つとして考えている人はビジネスホテルはあんまり向かないかもしれないです。でも沖縄の代表的なビジネスホテルってもアパホテルとかリブマックスとか、まあ、エアポートインとか、まあ、日本全国にある、ビジネスホテルが沖縄にもあるので、ぜひ使ってみてください。今までは僕が
泊まったビジネスホテルの中で最も安かったのって1泊3000円だったと思います。時期10月だったかな。10月の沖縄は全然暑いのでなんかすごい楽しかった思い出があります。で3つ目なんですけれども、3つ目がゲストハウスと民泊になります。民泊って何とかゲストハウス何っていう方も多分おられると思うのでちょっと説明するんですけれども、ゲストハウスっていうのは、ホテルのように個室、まあ、個室の場合もあるんですけどとかではなく、結構共同宿泊といって、あの他の観光客の方とちょっとした間仕切りを分けて宿泊するみたいな施設です。あのカプセルホテル想像してください。あれに近い状態ですとか、あの寝カフェとかあれぐらいの仕切り感で宿泊できるんですけど、1泊1000円とか1500円とか普通にあるんです。だからもう激安で宿泊できます。でその、ま、間仕切りがすごいなんかちょっとした間仕切りしかなかったりとか、2段ベッドで下がなんか別の観光客の人とか、こういうのをドミトリーっていうのがあるんです。ドミトリーっていうんですけど、まあ共同で泊まるということで安いとっていうのがゲストハウスで、民泊はあの普通に個別の部屋がほとんどなんですけど、普通の民家で2階を宿泊できる場所として提供してるっていうのが民泊です。なので民家に泊まるって書いて民泊です。はい、これは結構僕好きで、その民家の人となんかお話できたりとか、沖縄って結構なんかすごいなんか濃い県民性、なんか可愛らしい方言があったりとか、いろんなとこ教えてくれたりとか、まあ、とにかく沖縄の人ってあったかくて優しいので結構会話が面白いので、民泊は僕は個人的にすごいおすすめですという感じですかね。3つの特徴といえば、まあホテルは高いけれども充実してます。ビジネスホテルはまあまあ価格抑えめだけども高級感はないです。ゲストハウスはとにかく安いですけど、まあその清潔感とかそのプライベートっていうのはあまり守られてないというような形ですね。で結構この質問が多いんですけど、ホテルの食事って美味しいですかみたいな、ホテルでも沖縄料理が出るんですかみたいな結構あるんですけど、これめちゃくちゃ僕の個人的な意見になるんですけど、ホテルの食事をもしつけないというプランがあるならつけない方がいいです。これはホテルの食事がまずいからっていう意味ではないです。沖縄ってグルメがすごいなんかこう独自の発達を遂げた島なので、沖縄そばとか、タコライスとか、ポーク卵とか、なのであの朝ごはんとかでも沖縄って外で食べた方が美味しかったりするんですよ。なんか食堂とかが、沖縄食堂多いので食堂入ると安くて美味しい沖縄料理とか食べれたり、夜だと沖縄来てお酒飲みたいって人多分めっちゃ多いと思うので、夜ホテルのご飯食べてホテルで寝ようみたいな、ちょっともったいない感じもするんですよね。なのでホテルで食事を取らずにちょっと那覇市内とかに繰り出してお酒飲んだりご飯食べたりするっていうのが多分めちゃくちゃ楽しいと思います。はい、以上となりますね。沖縄旅行どういったところに泊まるのがいいのかなっていう質問すごい多かったので、まあ宿泊施設を 3つ例を挙げて今回はご説明しました。僕が個人的におすすめなのはビジネスホテルか民泊です。一人旅とか来られる方、民泊絶対泊まってみてください。なんかそれだけで沖縄のことめっちゃ好きになるので、はい。では今回の動画は以上になります。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。